Hi, my name is Erika from Japan. このワールドユースデーとマジストアヘの体験に体験は私にとってすごく全てが新しい体験でした。アヘでは仲間との出会いやシスターたちとの出会い、そして何よりも聖ジャヌ・ドゥ・レストナックとの出会いが私にとってはすごく大きな喜びでした。実際に目で見て確かめることができて、私も少しでもそのレストナックに習って子どもたちに、与えるだけではなくて、実際に一緒に感じて手を差し伸べて後ろから見守ることを忘れずに保育したいなと思っています。マジスでは、イグナチオロヨラについてたくさんの人との交流がありました。たくさん目で見て感じて、イグナチオについて生い立ちや歴史をすごく学ぶことができて、とてもいい、体験ができました。そしてワールドユースデーでは何よりも教皇ミサに預かれたことが私にとって大きな、喜びです。教皇様を見た時にすごく私の心の中に大きな火がついたように嬉しく感じました。マジスでの体験では、私はアリカンテというところに行って、子供たち、親がいない子供たちのところで、そういう姿を見させてもらったんですけれども、すごくコミュニケーションの難しさを感じて、最初は戸惑いや不安も感じたんですけれども、やっぱり日本にはそういう文化があまりないというか、施設がすごく充実しているので、私もどういうふうに接したらいいのかわからなかったんですけれども、そういうことを体験を通してまた新たな課題が見つかったというか、日本に帰ってから、もっと学んで自分がどうあるべきかということを、また見つけたいなと思っています。またワールドユースデーでは日本語の家庭教室にも参加することができて、キリストに根付いて生きる揺るぎない信仰、命というテーマに沿って、講話を聞くことができて、自分自身と祈りについて、改めて考えて、大きな刺激を受けることができました。このカテケシスを受けることによって、教皇ミサに預かれて、私自身が祈りの心で、預かれて、すごくいい経験だったなと思っています。またこれから教会としてどうあるべきか考えたところ、やっぱりこういうたくさんの貴重な体験をもっともっと広げて、もっと共通理解してみんなに広めて、世界中が一つになって祈る心を大事にやっていけたらいいかなというふうに思っています。この本当に3週間もう毎日が新しい体験で、私自身すごく成長したかなというふうに感じています。これをもっともっと広げたいと思っています。ありがとうございました。 Thank you.